助太刀する。えな、とりゃおっとのケーラがてら大声を張り上げながらランニングって前時代的だな。道場での稽古で慣れてはいるけど、他の同年代の女の子たちが街中で可愛く着飾ってショッピングとかしてるのが目に入ってくるし、これでいいのか、貴重な青春を無駄にしてないかって自問自答しちゃうよね。まあ自分で選んだ道ではあるけど、魔法剣士シャイニー・トモ、きらめく剣技で悪を断つこれが魔法少女、私が魔法少女に。おめでとうトモちゃん、これで君もたった今から僕たちの仲間だよ。やっぱり可愛いな、このキラキラした衣装、キュートな武器。この衣装ベースカラーは青か、青といえばクールなイメージだから私にぴったりとも。ところどころに羽の衣装が施されてて可愛い、ちりばめられた剣の飾りが騎士である私を表すアクセントになってるね。仲間には指一本触れさせない、私が守ってみせる、私の正義見せてあげるよ。ミクマ流魔法剣術シャイニーブレード。迷った時、壁にぶつかった時、魔法少女はどんな時だって私にずっと寄り添ってくれた。あなた、好きなものに救われた経験があると、そう言っていたはずだ。それはかつては好きなものが心の支えだった。では、好きという気持ちを捨てた今の私を支えるものは。なぜだ、なぜこの子を眩しく感じる。私は私の好きを貫く。私もこの子と同じ気持ちをかつて持っていたはず。そんなにまっすぐお祝いされたらからかう気持ちもなくなっちゃうな。ありがとう、とても嬉しいよ。僕、正義の味方っぽくない？
悪いやつなのにさ。でもな、たまにはいいか。負けるな、オッド。あたしたちの自由を奪う敵をぶっ飛ばせ。そうだね、ノエム。いくらセブンクラウンズだからってあんたの好きにはさせないよ、ビジョンズエンプレス。来るな、やめろ。行こう、ノエム。昔みたいにコンビプレーだ。ああ、掴むぞ。世界一の大悪党になる未来を二人の手で。君たち、僕の相棒が世話になったね。せっかくだし、もう少し面倒見てやってよ。また泣いちゃうかもしれないしさ。バカ野郎、だから泣いてないって。おっと、そろそろ時間だ。それじゃあまたね、未来の大悪党様。たくさんおしゃべりしようね。見回りの仕事は好きだよ。町の人の笑顔が見られるし、まつりちゃんが重要任務をバッチリ成功させたこと、ルカさんだね、二刀流の名士。手合わせしたいな。剣術の美しさはもちろん、心身を鍛えられるところ。そんな簡単には教えられないかな。でもお婿さんになるなら教えていいかも、なんてね。からかいのつもりだったのに、あなたって人は。堂々とコスプレをしたいね。次はどんなのがいいかな。いい案だ。魔法少女といえば強化フォームだよね。ケーキをあーんしてもらう予定だよ、あなたにね。え、本当にしてくれるの？ありがとう。あーん、今日もからかい失敗だ。どんな質問も私が一刀両断してやるぞ。オクトーが私に誕生日とこのブローチをくれたんだ。パンと牛乳、体力ないと悪党は務まらないからな。悪なことを思いついたらすぐにメモを取ることだ。ビーチベースボールだな。どんな球もぶった切ってやる。ダメなところなら1000個は言えるぞ。あいつは頭が良くて私ができないことをやれるんだ。短所を補い合えるから最強のコンビなんだぞ。たまに街中で超能力者の気配がするんだよな。オーマだな。うまい魚を食べて強くなるんだ。知ってるか？魚を食べると頭が良くなるらしいぞ。昔お前たちに何度もぶっ飛ばされたおかげかな。
今年もこの天狼破断剣で悪いやつをぶっ飛ばすぞ。だからこれからも力を貸してくれよな。なんていうか、クリスティーナが私のためにケーキを用意してくれるなんてな。どういう風の吹き回しだ？坊やに相談されたんだ。お前の誕生日を祝いたいとな。悪党の坊やは不在だが、私がいるのだ。退屈はさせんぞ。二人とも、本当にありがとな。それなら私も大悪党らしく豪快にド派手にわがまま放題楽しんでやる。それでいつか今日のことを悪党のやつに自慢するんだ。どうだ、すっごく悪いだろう。きっと悔しがるぞ。よし、出来上がりだ。どうだ、大悪党にふさわしいすごく悪そうな絵に仕上がっただろう。特にこの辺りとか。さっぱりわからん。だが欲望の赴くままに描く様は確かに悪くなかったぞ。それでこそ芸術というものだ。確認なんですけど、もしかして、もしかしなくても私の誕生日ケーキってことで合ってますか？うん、そうだよ。ナイトメアと少年からまた一つ成長したともちゃんにプレゼントだ。お誕生日おめでとうっす。いや、自分も早く誕生日を迎えて、じゅんさんやトモ姉ちゃんみたいな大人になりたいっす。ありがとう。私は大人って呼ばれるには早すぎる気もするけどね。まだ成人すらしていないわけだし。なぜそこでこちらを見る？言っておくが、いつかお前たち全員今の私と同じ年齢になる日が来る。その時はせいぜい震えて待つがいい。これはこれは失礼いたしました。あなたも今日はありがとう。記念になる日にそばにいてくれて本当に嬉しいよ。これで担当分はおしまいかな。剣術も芸術も雑念を振り払い、一意専心に取り組むのがうまくいくコツな気がするよ。ともちゃんは真面目だね。私は絵の具が鎧にはねたらどうしようってそればかり考えていたよ。自分はトラタイガーのことを考えながら描いてたっす。
正義のヒーローへの憧れと情熱をランドソルの壁に叩きつけたっす。まったく分かっていないな。芸術とは感性の爆発だ。勢い任せだ。宴の始まりに狂気乱舞するかのごとく、本能のまま描くのが最良なんだぞ。ありがとう。こんなに立派なケーキを用意してくれるなんて、なかなかのサプライズだよ。嬉しいけど、これはちょっと量が多すぎるかも。もちろん、あなたも一緒に食べてくれるんだよね。それじゃあ、はい、あーん。なんて、冗談冗談。でも、このお礼はしっかりさせてもらわないとね。これは今からあなたの誕生日が楽しみだな。